今日も始まりまして、松尾修造のこれ知ってます。今日も行きたいと思いますけどね、ゾウとライオン、さてどちらが強いでしょうかという今日話をしたいと思いますけどね。百獣の王ライオンと言われてますしね、ライオンは強いですけどね、どちらが強いか分かりますか？まあ、想像で言いますと、ライオンがガボッとね、ゾウの足を噛みそうなんですけどね、これ実はですね、ゾウの方が強いんですね。ゾウの方はですね、そのライオンが来たらですね、鼻で攻撃するんじゃなしですね、足でもうバーン蹴ったらもうライオンをすぐも骨折としてコテンってしまうそうなんですね。まあ、かなりの強力なキック力を、ゾウは持っているということでね、まあ、ライオンといえどもね、踏み潰されてしまうということで、ゾウ対ライオン、ゾウ VS ライオン、ゾウさんの方が強いということですね。ゾウさんも好きです。でも、忘れた、今日の松尾修造これ知ってますわ。ゾウとライオン、ゾウの方が強いですよということでございました。どうもありがとうございました。